東海三県では、愛知県飛島村や津市などで、震度2、名古屋市などで震度1を観測しました。気象庁は、今回の地震と南海トラフ地震との、直接の関連を否定しました。この地震、をもって、直接、南海トラフ地震の、まあ、可能性が、まあ、高まったとも、低まったとも、まあ、言えるものではない。専門家は、今回の地震を、こう分析しています。 南海トラフの地震の起き方で見ると、フィリピン海プレートが沈み込むことによって大きな地震を起こすんですが、これを境界の滑りの境界型の地震というんですが、プレート境界の地震。で、今回の地震は、この沈み込んでいるフィリピン海プレートの中に蓄われた歪みみによって起きた地震。だからフ、フィリピン海プレート内の地震。 っていう,ふうに言われてそれから発生の起き方のメカニズムが少し違うので、南海トラフの巨大地震の影響は低いだろう、少ないだろう。地震の規模を示すマグニチュードは6.6。南海トラフ地震との関連を調査する臨時情報の発表基準にあたるマグニチュード6.8以上には該当しませんでした。 横田教授はは地震へのの備ええ重要性を訴えます今回は直接つなながってないだから安心だではなくてこういう地震が起きたことを契機に、えー、地震への備えを点検してもらって、えー、まだ十分でなかったら備えていただくということで対処いただければと思います。